4番の吉川義人、マーク2番の大久保直也、8番の宮崎和明、四国勢中段の外目まで押し上げています。前は9番の谷田大平、そして5番の菱田浩二、中段の内目、後ろ攻めから上がった4番の吉川義人、定石通りジャン前押さえていきます。4番の吉川義人の押さえ先行です。マーク2番の大久保直也に8番宮崎和明、菱田浩二踏み込んでいきますが、3番の澤田光弘がもう降りています。ジャンの4コーナーから直線で菱田が1人で飛んできた格好で、ここははまるか。4番の吉川義人最終周回、9番の谷田大平は5番手に構えています。1コーナーから2コーナーカーブ1人でかましました。5番の菱田浩二はまった。徳島勢4番の吉川に2番の大久保、そして8番の宮崎和明ラインの3番手、9番の谷田大平は3コーナー5番手から動いていきますが、番手まくり、番手から発進してきました。4番の吉川義人、吉川義人に2番の大久保直也、谷田大平迫って4コーナーから直線です。2番手から2番の大久保直也、9番の谷田が最後は捉え切ったかどうか。クロイドハウス4コーナーゴール前ジャンプ、これドラよし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 よ足踏んでもらったし、はい、アイシングしたり、いろんなことやったら、ケア間に合いましたね。結果出さないと、金子や姿和道やね、三谷翔太に苦情のラインが入ってきます。いや、僕は出さなきゃ、合宿の成果出ないとね、みんな見てますからねなんて言ったもんで、もう任しとけなんてこと、初日の時はどうしようかね、言い訳のメールいらなかったと思いやもういつも金子はね気にかけてくれて学習呼んでくれるんでありがたいです。スチューブ3人で明日ぶち抜きます。どうですか2日間走る展開いいでしょ。展開がいい、はい、便利ですね。とりあえず展開です。前はできられてあらましたけど、くっそー大久保さん後ろ走って終わった。できられてまくれず終わったやつはもう適当です。ちゃんとまくりました。9着じゃない、おっ9着。山田君との連携ってありますか？あります、何回か、はい、前頑張ってもらって、うん、大体1着、うん、取ってと思うんですけど、うん、どうですかね、分かんないです、多分いつも頑張ってくれるんで、まあでも器用だし、明日ははい、うん、まあいろんなことを考えて、ご心配してそうですね、はい、まあ何でも、かましてもまぶりでも、ちょっと別にでも何でもいやまあそこからっていうのも、どんどん一着なれるように自分で頑張るだけです、とりあえず、はい。からね、谷田さんを連れてるということで、何回か連携があると聞きました。そうですね、これで4回目ぐらいなんですけど、吉川さんの方がよく回数を覚えてますね、はい、何回かあると思う、多分っておっしゃってました。僕はもう、それは先輩谷田さんつけたら覚えてます、すべて覚えてます。それで4回目、はい、今まで先方は良ければどんな感じでやっていきました？メンバーにもいやもう、はい、そうですね、うん、一応先行もしたんですけど、やっぱ僕の先行じゃちょっとやっぱ迷惑かけることがあったんで、持ち味を自力主体で、はいはい、そうですね、まあ、
先輩の自力選手つけてるんで、まあ、それなりの競争はやっぱしないといけないなと思うんですけど、九州勢がね、ちょっと今日並ぶんですか？お茶目な、可愛かったです。ちょっと変わりに変わりました、ね。可愛い感じです。いや、下沖さんの番手が中村さんって言ってました、ね。初日の特選のあの感じですか？はい、ね、多分坂本さんもね。はい。ね、はい、で、4社になった。横田さんも続いて。出しましょうね。谷田さん、飛びつきもいいって言ってました、さっき。そうですね、まあ、はい、先輩、まあ、そうですね、その流れの文字で4社ですね、4社ですね、4社です、なるほど、なるほど、あれですね